加藤が迷い込んだ異世界で出会うのが不思議な妖艶さが漂う人妻稽古でございます前田敦子さんお願いいたしますはい、えー、前田敦子ですこんばんは、えー、皆さんに見ていただけるのすごい嬉しいです今日よろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございます 三木監督、あのはい、もう皆さん素晴らしい役者さんでいらっしゃいますし、はい、成田さんと前田さん何度も作品ご一緒されているお二人で六、はい、角さんと三木監督も以前もご一緒されていますし、はい、もうこのメンバーだったら大丈夫だろうあの関係性は自分の理想通りに作れるだろうというふうに思われたわけですか。いやというかね、えー、現場で、まあ、最初に本でキャスティングで,で現場で撮ってモニターで見てるわけですよねでも仕上がってくると全然違うんですよね。 うんそれが面白かったですよね前田さん、本当に日本の女優としては多分、日本女優としても規格外なんだと思うんですよね、多分誰もついてこれないんじゃないかなと思って仕上がった印象で、本当に、まあ、皆さん映画見てどう感じるか分からないですけど、本当、世界レベルの世界の前圧って。 なんか面白い数え方する人みたいになっちゃいましたけど本当にだからまあいろんなところで多分ね成田さんとは前田さんこの間もお芝居一緒にやられてるんですけど来てくださいましたよね <はい S 2> ありがとうごでもなんかまあそういう言い方もあれです,んですけどこの映画の本当に前田さんと成田さんとまあ六角さんという組み合わせはまあかなり奇跡的な。 正直この企画とかってなんかよく分かってないプロデューサーが本を読んでこれはとかって言ってるんだけど <laughs> この役者揃ったの見てみなよって <laughs> 今から愚痴っぽく言っておきますけどす。<laughs> っていう感じでした。はいうん